体重増えた。2450。はい、顔ちょっとね、顔写真にしまうかな。嫌がるとね。そっか、結構嫌な。あ、まだこっちにいるんだけど。はい、お腹触らせてください。そうか、お腹がね、柔らかいのが正常で柔らかくていいんですけど、あの腸管が触れる。普通腸管なんて触れないんだけど、まだ腸管がちょっと腫れてるんでね、炎症があって、多分腫れ、まだ、うん、まだ腫れてるんだと思う、うん、びっくりでも回数1回なんですってね。そんな多くないんだよね、運送回数。ちょっとじゃあ見せてもらっていいですか。おとついぐらいかちょっと固まってきた感じなんですね。2450。食べてるのはあれだけなんですよね。そうなんです。とお水ですよね。はい。はい、本当だ。検便は1回したけどな。ブロードラインつけてるか。まあでも固まってきたんだったら、でもやっぱりだいぶ時間かかってるからさ、固まるまで。そうですね。なんかあの普通でコロコロですよね。コロコロじゃなくてね。コロコロは硬すぎるんですよ。硬からず柔らかい。あんまり転がるぐらいのうんちだとかえって硬すぎですね。そうなんですね。うん、わかりやすいからこうやってちょっとつけておいてください。で、そうね、まあ3日1週間ぐらいうんちになるまでちょっとあのご飯にしておいてもらって、で。1週間いいうんちが続いたら、だんだん半々ぐらいにしてちょっとずつしてもらえますか。からこの子はデンタルケアは出したんだよね。はい、どうです、やれます。舐めるけど入れるとちょっと嫌がる。嫌がる。それとあとくしゃみはもうしてないってことね。くしゃみは、はい、今日、うん、今日はしてない。昨日一昨日はしてた。今日はまあでもそんなにしてない。これ持ってってますよね、はい、やってます。あ、最近目より前からいいかな。くしゃみしてたらやってほしい。あ、やった方がいいです、うん、分かりました。でしなかったら休んでもいいですから。はい、分かりました。ただ冷蔵庫保存ね、この薬、はい、インターフェロンだからすごい嫌がるね。そうなんです。で、なんかその手で食べさせてます、キャットフード。食べる時と食べない時があって、お腹すかせといて最初に手でやって、それから皿でやると、そういう順番で。お腹が空いてないのかな。そう、多分お腹空いてないんじゃない。今3回もらってるから。だからもしかしたら2回にしてもいいですよ。30と30、40と40。そう。だから1日もし90食べるなら45、45だけど。あんまり食べないし。うん。だから3回ね、30もらってると確かに。お、ごちゃごちゃするの。お腹空いてないんじゃない。でもなんか人間の方はこの子食べようとする。あ、本当、それはやらん方がいいよね。うん、すごいなんか狙ってくる。そうか、この歯磨きは好きなんだね。うん、でこうやって顔を持って舐めるの。うん、あ、顔持つと舐めくなっちゃう。顔持つと舐めくなっちゃう。あれ、顔持たれると舐めないの。はい。あ、舐めた。舐めてるとこで顔持つといいよね。これがね、顔を持って舐めてくれないと歯磨きが始まらないよね。顔を持って舐め、それで持ってからだと舐めない。うん、あ、舐めた。うん、そんで前歯を1、2秒。うん、奥歯を1、2秒。この子も歯のがやれちゃいそうだね。うん、なかなか顔を持って舐めさせてないでしょ、まだ。はい、なんとか顔を持って舐めさせてください。うん、軽くね、うん。ギュッと持つと舐めないからさ、軽く持って。で、幸いこれ大好きみたいだから。味がこの子すごい気に入ってるみたいだから。はい、それとあとは何やってて、歯磨きとこれ。あとそうだ。ブラッシングしてます？なんかゴムっぽいやつで。やってます。ちょっとだけ。あのね、このまだ毛は抜けないんだけど、生後6ヶ月過ぎるとすごい毛が抜けてきます。だから今からは慣らしといてほしいわけ。で、ブラッシングしながらご褒美をあげる。
それも、まあ、歯磨きよりもできればキャットフードの方がいいんだけどまあ今じゃないからこれね、このご褒美あげながらさ、あげながらブラッシングを、はい、でその時に今私が振りかけたのがあるんですけど、はい、保湿剤なんですけど、それのそれをねちょっとちっちゃい分けたやつ、ちっちゃく分けたやつを1本出しておきますから、はい、使ってください。それをかけて、そうかけるか、シュッシュってかけるか、手につけといてすり込むか、それからシャンプーはしないかな、はい、もしシャンプーが できたらシャンプー後にコンディショナーみたいに使ってもいいんですけど、ね、薄めて。まだしなくていいですよね、シャンプー猫ちゃん。うん、絶対しろじゃないですね、しなくても大丈夫だけど、するんだったらこの時期からしとかないとできない。あ、嫌がっちゃうから、うん、今ね風邪ひいてるのね。そうね、くしゃみしてからしなくていいですよ。じゃあこの VS コンディショナーっていうね、要は保湿作用がありますん でこれちょっと大きいから 100cc のスプレーに入れて出しますんで、かけたってください。これね、これも